はい、どうも、こんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、PUBG ノーじゃねえよ、お前。ノーっていうのは挨拶中なんだよ、ユーティ。どうも、こんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、 PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、今回はりょうりょっち、イエティと一緒にスクワットをやっていきたいと思います。ということで、さあやっていくぞ。まあ今日やることって言ったらね、まあ PUBG を普通にやっててもみんな飽きちゃうじゃないですか。楽しくやって、まあ、いっぱい敵を倒すというのが多分一番楽しいと思うんで。あ、ちなみに僕見てください、皆さん。ロイヤルパスでレベル100になりました。ありがとうございます。このスキンをゲットできました。いいだろ、イエティ。いいだろ、リョロチ。羨ましいだろ、これ。このキンクロ好きだからこの服装が結構好き。今日は何をやるかと言いますと、ちょっとリョロチとイエティが、なんかね、お店を開きたいらしいんですよ。イエティって社長なんですね。イエティ社長が、以前からずっとやりたい新しい新事業があるって言って、なんか飲食店をね開きたいって言ってるんですよね。でもお金がなくて、今借金5000万ぐらいあるんで、この子。そうなので、まあゲーム内でちょっと飲食店を開いて、ちょっと武器商人を演じたいということなんで、今日はイエティとリョロチに武器商人を演じていただき、あの武器をいっぱい拾ってきてもらおうかなと思います。だってイエティが将来の夢は飲食店の店長でしょ。 Thank you. 店長になりたいの。あ、ごめん、okay. 武器商人のところで武器を買う前に416しっかりとゲットしていく、マカリスさん。さすが、さすがすぎ、no. もういらねえわ、イエティ。じゃあね、バイバイ。じゃあね、バイバイ、イエティ。そうね、もうお前の店には行かねえ。すまんな、イエティ。 No. 来てくれって。 OK. わかりました。ここですか、ニョロさん、もしかして。 OK. なるほど、ちょっと見に行っていいですか。燃やされてるじゃねえか、お前。見に行けねえじゃねえか、お前。あ、やばい、リバイド速度、リバイド速度、リバイド速度。火炎瓶がリバイド速度、ちょっと助けて。2つあるから。分かった、もう見ないっす。じゃあ、俺はここで、応急を入れるぞ。よいしょ。うわー、今日は覚醒するぞ。オッケー、覚醒するから。AT も今日アドレナリン入れたい？ Thank you. ああ、そうか。AT もアドレナリン入れたいか。今日はアドレナリンと応急キットで大変だな、編集が。Thank you. ありがとう。ありがとうって言ってる。年末ぐらいに、過去のさ、イエティとかリョロチとか俺とかの、アドレナリン集作れたらマジいいな。本当にそれ、マジで俺、かき集めて作ろうと思ってるから。ただただそれひたすら流す10分間みたいな。アドレナリン集、マジで。多分年末ぐらいまでになれば10分間は余裕で行くんじゃねえかな。行かねえかな。まあ、別に10分じゃなくてもいいんだけどね。普通に行けそう。え、10分じゃないとダメ？ OK。10分、きついだろうな。でも、イエティあれだよ。夏休みキッズにすげえ言われてたよ、コメントなんで。イエティクソうぜえって。あ、初めて見るな、この人っていう人だったと思うけど。イエティクソうぜえって書いてあった。Thank you. イエティド M だからな。そういうの言われるの好きだもんね。言われれば言われるほどやる気出しちゃうっていう、なんか変態気質の、なんか、俺とちょっと似たところがあるから。あ、待って、普通にできる、普通にできる、普通にできる。結構当ててるよ、ナイス。いいね。こいつどっから来たんだ。はあ、普通にいるの草。ちょっと待って、普通に敵いるの草入るね。別に入らないけど、とりあえず生やしとこう。草草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 草。あー、今日は日曜日、僕何かお買い物でも行こうかな。なんかブランド品でも買いたいな。うわ、すごい煙だ。煙いですね。煙い中のお買い物か、これは。あ、なんとこんなところにブランド品が。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。どうぞご覧ください。イエティ、ヒコヒコしてる。あ、いいんですか？何でも取っていいんですか？ありがとうございます。あ、これは、もしかして、あの有名な、ルイ・ヴィトンのボルトじゃないですか？ルイ・ヴィトンボルト。これ、このルイ・ヴィトンの矢をちょっといただきたいですね。ありがとうございます。そうだな、あとは、じゃあせっかくルイ・ヴィトンのボルトいただいたんで、じゃあ、あ、ルイ・ヴィトンの、なんとクロスボウがあるじゃないですか。ルイ・ヴィトンボルト。え、違う？これルイ・ヴィトンじゃないの？あ、リル・ヴィトンじゃないの？ごめんなさい、それで知ったかしちゃいました。え、何ですか？これってちなみに。バレンチア。あ、バレンシアが？僕そういうのあんまわかんないんすよ。あんまり詳しくないんで。あ、バカにされた。バカにされた、店長に。バカにされてるし、だけ左側でくるくるやってるやついるし。バカにされたわ。最低な店主たちだな。じゃあこのガソリン1個もらってっていいですか？ OK。 ありがとう。じゃあこのガソリンの1個だけもらってって、あ、これ1個。こんな感じで僕はもういいかな、とりあえずは。ありがとうございました、すいませんでした。めっちゃ回収してる。
めっちゃ回収してるこいつら、片付けが早い。よかったな、イエティ領地、お前ら店主になれたな。クマテン頭ないけども君たちのお店で僕も今度アルバイトさせてください。ちなみに時給はおいくらで？960円。普通にいい方だと思う高校生からしたら結構割といい。ここ砂ソムリエならぬ雪ソムリエできますよ。雪ソムリエ的にここの雪は。そこ雪ねえけど。うん、それ何の匂い？笑ってる。いい匂い。ありがとうございます。いい匂いですか。ここに敵いたな。そこに敵いた。バカお前、やめろお前、やめろ。そこでやるな、それを。敵がいたらどうすんのお前。回って、はい回ってアホや。遊んでたらさ、誰も殺さず残り20人以下になってんだけど。ああ奇跡が起きたぜ今。今すごかったね。落ちて振ったんだけどさ、さらにその速度で車の上で着地するっていう奇跡起きた。やばすぎ。こんなところに屋根ソムリエが。屋根の匂いを嗅いで50年。屋根ソムリエさん、ここの屋根の匂いはいかがなものかと。うん。ここの匂いはいかがなものか。うん。さあ、屋根ソムリエ。牛牛糞の匂いね。牛とか言って。ここに敵いる。イエティ家にもいるから行こう。いいやん。あ、地形、地形、地形。え、この上にいない？お、どこにいるこれ。あ、これか。おい、イエティ！ま、俺のブスよ、お前。何すんの、お前。いけねえって言ったよな、俺は。俺まだゼロなんだよ。じゃ、マジ倒して。これで終われない。11人いるから残りが何人だ ?8 人か9人かな。ちなみにここにいる。うわー、クソ当ててる。絶対あいつ痛い。おいエティお前、イエちゃんそれやばいよ。やった、イエちゃんそれやばいよ。イエちゃんそれやばいよ。左回った方がいいな。左回ってるやついる。いるね、飲まれてるね。オッケー、やってくれ、全員倒してくれ。オッケー、ようやくここで1だよ。大変だったぜ。でもどっかに逃げ切ったやついるわ、これ。やだ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 、死ぬ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 って。そう、おいリョロチョ、お前それはないわ。俺に譲れ。待って、大丈夫、いるから。おれ、あっ、リエさん、痛い近くね。ああ、山上か。あ、いた。奥のね、いい側の家。ここに人いる。ここは間違いなくいるな。多分そこで終わりか。オッケー、やった。その家だけいるぞ。ここ突っ込め。こっから我らの腕の見せろころ。腕の見せろころ。オッケー、ようやく来たぞ、イエティ。あと1だ。これ余裕だったな。てか、遊んでただけでもう気が減ってったな。イエティ、ちょっと待って、これ最後の人に遊ぼうぜ。あの、アキレス腱、とりあえず切って AWM で。AWM でアキレス腱切って。おっ！あ、上にいる、上に190度。とりあえずアキレス腱切った、今。足に当てた、あえて。あえて足に当てた。ダメダメ、撃ったら死ぬ、あいつ。回復させるんだ、まずは。ここにいる。これどうやって殺せ？いや、これ多分 AWM で撃ったら死んじゃうよね。いや、これ AWM で言ったら真相、あいつ。あっやっちゃった。はい、じゃあということで今回は、やめろ、ごめんって。怒んないでよ。だってもうちょっといけると思ったんだもん。もうちょっといけると思うやん。みんないっぱい撃ってたから。すみませんでした。はい、じゃあということで今回はまああのリョロチとイエティとまあ美剣リレーちょっとお遊び会をやってみましたということで、まあ美剣リあんま行かない人多かったんで、今日ちょっと美剣リやってみました。美剣リ不人気なんでね、意外とね。エランゲルとかね、サロックとかのやってる人の方が多いんで、ぜひ皆さんも美剣リで遊んでみてください。それではまた次回の動画、生放送でお会いしましょう。屈伸しろイエティ、リョロチ屈伸しろ違うんだよな。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。